数学教師芸人の高田先生だいよん。算数を楽しく学ぶ親子で算数ワクワク教室に参加しませんか。8月10日土曜日午前10時からと午後1時からの2回、福岡市早良区の RKB 放送会館で開催します。対象は小学1年生から4年生とその保護者、各回30組、参加費は親子ペアで3000円です。ご希望の方は RKB オンラインの特設サイトから7月20日までにお申し込みください。4649よろしく。砂盛りかけてる田野あさみ持ち込み SP。 皆さんこんばんは、砂盛たけてるです。こんばんは、田野あさみです。なんか北海道行ってたらしいじゃないですか。そうなんですよ、涼しそういいな。はい、この話はあの今日はゲストが来るので来週話したいと思います。はい、番組では持ちダーの皆さんからのメール、持ち込み企画などお待ちしています、はい、メールアドレスは持ちアットマーク rkbr.jp です。なんかそんな引っ張ることもないんだけどなと思いながらも来週も聞いてください。はい、はい、というわけで持ち込み SP 最後までお付き合いください。田野あさみ持ち込み SP 25時半まで放送中。みんなで一緒に夜更かし夜更かし、朝まで行っちゃいましょう。どうぞ。ライブを発表したんですよ。おい、あの未来古代楽団の次のライブが11月9日、11月9日で東京なんですけど、恵比寿のガーデンルームというところでやるので、うん、今ねちょっとこの放送中がちょうど最速選考があと1日、28日いっぱい最速選考の申し込みになってるんで、うんうん、もうねちょっと聞いてる皆さん、ぜひぜひ申し込んでください。本当にあれ、ねうん、言ったらね、もう僕の財布なんでね、うわいい方な、これ売れないとね、売れないと本当にね辛いんで、うん、僕の財布を潤わしてくださいということでね、はい、あのいろいろ話はあるんですけれども、今日はね、うん、あの素晴らしいゲストの方が来られてるんで、うん、ちょっとね早々にどんどんゲストをね呼びたいと思います。はい、というわけでね、ここで1曲聴いていただきましょうか、うん、はい、ここで1曲お送りします。この後登場するゲスト、梶原岳人さんのサードミニアルバム人生のライフから、5月8日8日に配信スタートした楽曲です。梶原岳人で人生のライフ。ここで番組からお知らせです。現在放送上では曲が流れていますが、ポッドキャスト上では残念ながら流すことができません。ぜひ想像でお楽しみください。たけてる田野あさみ持ち込み SP、 皆さんからの持ち込みメール大募集中です。持ちアットマーク rkbr.jp です。砂森のお仕事も募集中です。森ちゃんのマネじゃんそれ持ち込みジャムかっこかり。というわけで、まだ砂森のドキドキが止まらないゲストコーナー、もちジャムのお時間です。はい、今週お迎えするゲストは番組初登場のこの方です。はい、梶原岳人と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。僕は初めましてですね、うん、私は二度目まして。あ、二度目ましてなんですね。もはや私からしたらもう四度目ましてぐらいなんですけど、そうです、うん、直接この会話を交わすのは二度目まして、はい、一緒にお仕事したこととかない、ね、共演はない、はいはい、なんですけど、今日楽屋にバーッつって駆け込んだら、ちょっと遅れてきたからね、すいませんっつって、すいません前の仕事があってバーッて来たら、はじめまして梶原岳人ですって言われて、え、はじめまして、本当にこのトーンで言ったからね、はって言ったからね
いや本当にこれは言い訳じゃないんですけど、ごめん、あのガク君のファンの皆さん、あのごめんね、いや全然大丈夫だと思います、うん、そこは、うん、当時となんか違う風に見えたんですよ、ね、当時って言い方したらすげえ離れてる感じじゃん、はい、もう先月とかの話だからそうなんそう、私があのーね、うん、アンサンブルスターズの、埼玉スーパーアリーナのライブを、うん、見に行って、はい、見に行かせていただいて、うん、あの楽屋とかそうなんです、で、あーっつって私あのパラライも大好き、はいはい、パラドックスライブ、そう、うん、パラドックスライブも大好きだから見てるし、はい、私大好きなんですって言ってむっちゃ喋って多分2、3分ぐらい、あ結構長い、もっと喋ったかもしれない、もっと喋った、なんで覚えてないんだよ楽屋裏でそれで結構長いんですよね、そう、もう、うん、ガク君を捕まえるぐらいの勢いでおしゃべりさせていただいて、はい、お話ししたから覚えてくれてるだろうなと思ったから、いやそう、僕ねあの今日楽屋早めに来てて、うん、先に挨拶してたんです、うん、でお知りたい、でそうで初めましてなんですってどんどん初めましてですって言ってたから、うん、あそうなんだなって僕とね、うん、ディレクターさんはね思ってて、で、うん、言ったら田野さんバーってちょっと遅れてきたから急いで来て走ってきた、うん、そこまではいいんだけど、うん、ウェーイみたいなこのテンションで来て嘘だろこの人初めましてなんだろって思ったのにウェーイって言ってたからなんかもう暑さで走ってきて頭おかしくなったのかなと思ってちょっとすごいテンションできたと僕思ってたら初めましてじゃなかったんですね、そういうことだった、いやさすがにゲストの方が全くの初めまして、だったり、お話この先月とかにしてなかったらすいません遅れました申し訳ないですってくるけど、もう私も喋ってさもうねえ遅いよ田野ちゃんぐらいの気持ちで来ると思ったそしたら初めましていやそれ多分もう疲れてたのかないやまあライブの後だったから、ね、今日ねでも今日あの暑いし疲れてますよ、ね、疲れてますよ、ね、もう夏の そんなことないです夏バテです本当にすいません僕が悪い、もう素敵なもう皆さんもねめちゃくちゃいろんなパフォーマンスだったりアーティスト活動を見てると思われております、うんね、今日はガクトさんが、はい、あのゲストさんにねメールが来てるんで、はい、ちょっと紹介させてください、もちなネームなこさん、なこさんありがとうございます、はい、砂森さん、田野さん、そしてゲスト梶原さん、こんばんは。こんばんは。梶原さんがゲストということで初めてメールを送らせていただきました、うん、はい、ありがとうございます、来週も聞いてください、来週も聞いてください、はい、で先日梶原さんが主役の神羅を演じる炎の消防隊の3期目三の章が放送されることが発表されましたね、うん、個人的に、梶原さんの神羅のお芝居が大好きなのでまたアニメで神羅の活躍が見られることが本当に嬉しいです、うん、2期が終了した2020年12月からだいぶ経ちますが今のお気持ちはいかがですか、ぜひお聞かせください。 ありがとうございます。今のお気持ちはってすごいですね、確かにまあでもしばらく空いたんですよ、まあ、前作そうですよね、結構、うん、2期目から、うん、もうほんと数年越しのオンエアというか、うん、作られる、作るあの時期が発表されたんで、なんかすごい待ち望んでましたし、うん、まあ、視聴者の方もそうだと思うんですけど、まあ、いつやんのかなってずっと思ってたんで、うん、しかも完結まで今回やれるっていうこともあって一番嬉しいパターンだ、そうですね、だから、まあ、まだ収録的には始まってない段階ではありますけど、うんうん、楽しみにしてます僕、うん、ありがとうございます。もう一つ紹介させてください、はい、もちろんネームレナ様、レナさん、はい、皆さんこんにちは、こんにちは、梶原さん、先月6月末に開催されたアンスタ、うん、キャストライブストレイシンフォニー、改めてお疲れ様でした。 その時ですね、うん、で配信とライブビューイングで参加しました、うん、恒例のコール&レスポンス、ライブ会場で思いっきり叫べて嬉しかったです、うん、ということでございます、はい、結構叫ぶんですかライブビューイング、なんかこうみんなにやるようなところがある、そうですね、会場もそうですけど、うん、きっとそのライブビューイングとかは特に、うん、あの声出し OK になってると思う、まあ、確かにね、ライブビューイングの方が多分声出しでかいですよね、うん、だからそういうなんかこう割と高レース的なもの多かったですし、うん、まあ、それぞれにユニットによって違いますけど、うん、まあ、めちゃくちゃ熱気も高かったんで盛り上がりはすごかったんじゃないかなと。じゃあ盛り上がりということで、うん、今日はもうこの放送はライブ終わった直後なんですよね、うん、あ、そうなんですよ、ちょうどね、これまあ収録なんで事前には撮ってあるんですけど、うん、本当に終わって間もないぐらいの数時間ってことですね、そうです、これすごい、これライブが、横浜ベイホールで、はい、ケットシーさんと対バンみたいな形で、はい、うん、そうなんですよね、でなんかあの聞いたんですけど、あのバンドを割とそのアーティストとして、うん、なんかそのバックバンドじゃなくて、うん、そのバンドとして組んで始めて2回目のライブ、うん、そうですね、前回が3月にやってたんですけど、渋谷のプレジャープレジャー、はい、そこを経ての、
2度目が対バンでってことで、うん、なるほど。このバンドを組んでやるっていうのは、うん、そのメンバーとかは どうしたんですか、うん、あそうですね、もともと高校生の時からそれこそ海外に住んでたことがあって、うん、シンガポールにいたんですけど、うん、その時にあのバンド組んでて軽音楽部で、うん、その高校の友達で、はい、そうそうそう、うん、同じクラスの友達と組んでたんですけど、その時のメンバーを改めて招集して今回、シンガポールから集めたの？いや日本にみんな来てた。みんな来てた。なるほどなるほど。そうそうそう、うんうん、あ、だからシンガポール の日本人学校みたいな。あ、そうですね。ってことですよね。おお、はい、なるほど。でもみんなその帰ってきてて、うん、今はもう別の仕事してたりとか、まあ、バンドやってる人もいる、人もいるんですけど。激アツですねそれ、うん。みんな集まってって。そう、僕が声かけて、うん、まあ元々交流はずっと続いてたんで、うん、ご飯行ったりとかよくしてたんですけど、うん、僕がまあ本格的にバンドとしてやりたいからっていうことで声かけさせてもらって、やれることになりましたね。なんかきっかけがあったんですか、その。そうですね。バンド再結成というか。うん、なんかソロとしてはあの、まあ、2020年かなからやってきたんですけど、はい、うん、なんですけどやっぱりこうステージ立つ上で、うん、ずっとこうバンドやってきたから、うん、こうなんて言うんでしょう、みんなで やる楽しさをずっともう胸の中にあって、うん、そこがこうだからソロで出てたけど、そうなんですね、俺やってみたら、うん、俺らバンドのがやりてえぞっていう気持ちになってきた。そう、なんか求めてたものはそっちだったのかなってやっぱ思って、改めてなんかそういう意味では記憶が蘇った、そう忘れられずにいて、うん、そこを求めてたっていうのでやっぱ声かけさせてもらいました。でそれでも声かけた時って何年ぶりぐらいですか、うん、でもその交流はずっと続いてたんで、もうしょっちゅう飯は行ってたんですよ。連絡は、あ、そうかそうか、そうなんですよ。でも一緒にこうライブとかやったのはもうだいぶ前。あ、そうですね、だから大学の時にライブハウスよく出てたりとかしてたんですけど、それ以来なんで本当6年ぶりとか7年ぶりとかそのぐらいかもですね。それじゃあなんか直接言ったんですか、その LINE とかで言ったのか。あ、直接言いました、直接ご飯食べてる時とかに。あ、じゃあちょっとなんか相談あるからちょっとご飯食べ行くかないみたいなところで。そうですね、熱いな。え、どういう反応でした？でもなんか全然こう迷うとかもなく、うん、もちろんっていう配慮してくれて、かっこよい、待ってた感じだね。分かってたかもね、うん、でも付き合い長いんで、うん、まあ、喋ってる雰囲気とか、うん、内容とかもある程度なんかこう分かってくるんだと思いますけどね。なんかその高校生の時にはそのバンド組んでたわけじゃないですか、はい、でまあ日本に戻ってきて、うん、声優になろうと思ったきっかけ、うんうんうん、って何だったんですか。まあ、それもなんかこう自分はもともとずっと高校の時から、うん、まあ、バンドもそうだったんですけど、そういう役者の仕事もやりたいなってずっと思ってて、うん、それこそアニメとか漫画とか大好きだったんで、うん、まあ、密かに練習してたんですよね、その高校の時に。あのお芝居を。そうそうそう、高校の時から練習で何をどういう正解か何か分かんないんで、うん、こう何も言えないんですけど、うん、こう本当にアニメの録画を見返して、うんうん、あの音を全部消してセリフを書き出して、おー、マジ？自分でやってみたりとか、なんかそういう小賢しいこといろいろやったんですよ。すごい、うん、でもなんか本当気持ちはずっとあったみたいな、うんうん、で大学であの映画学科だったんで僕が、うんうん、でずっとこう映画を学んでたんですけど、その中でこう役者の方を担当してたんですね。 それでこう、あ、面白いなって改めて思って、お、鍛え抜いた演技力が爆発して、ね、それはちょっとどうか分かんないですけど、事前にね自分でブラッシュアップした、うん、でそこから今の事務所の養成所に申し込んで、うん、っていう流れです。なるほど、うん、ダンスとかはやってたんですか？全く。え、でも踊って、いや、そな、本当にめっちゃ苦手で、ダンスに関しては今も苦手です。覚えるのとかめっちゃ遅いですし、うん、だからその分本当に数重ねてステージには臨んでるんですけど、リハとか練習とか、はい、そうですね。なんか本当に当時は虫って言われてたんで、虫、はい、あの七節みたいなのいるじゃないですか、その木に擬態してるはい、はい、あれみたいな感じって言われて、動きが、はい、もっと細かったんで当時は、うん、なんか棒がこういますね、そう、手がこうついて、手足が長くてみたいな言われてましたねその話大丈夫かな七節学にすればもうインパクトすごいけど、いや、でも私がその
パラライのベイのライブ見てるってめちゃくちゃかっこいいんですよ。やっぱもう英語もすごい発音めっちゃいいしかっこいいし、だけどそのかっこいいの中に、その煽る時なんかプチェンザーとかって言う時の煽り方が超優しいの。性格性格がなんかおもろいみたいな感じじゃなくて、なんかあげてくれてありがとうございますみたいなのが、そのライブで初めて見た時に、私はそのまあガクのファンの皆さんはずっと知ってると思うんですけど、うん、私はそのパラライで初めてガクさんっていう存在を知ったから、うん、ごめんなさいね、言葉を選ばずに言うと、何あいつと思ってめっちゃいいやつみたいな、なんかめちゃくちゃかっこいいし、でも実際のいい人感がもうにじみ出てる、うん、そこがちょっとグッときちゃった。もうグッときて、まあ、私はアンプル浪士なんですけど、あ、そうなんですね、なんですけど、まあ、わ、このベイのガク君って人、うん、あ、めちゃくちゃ素敵って思ったことがきっかけで、私はもう個人的にファン、ありがとうございます、で喜んで喜んで会話してて、なんで言いますと会話してて嬉しいと思って伝えて、今日また仕事で会えると思って会ったら、初めましてって失礼なやつですね。いやいや、やっぱりね、距離感を保たなきゃいけないなと思いました。いやいや、多分いいんですもん、ごめんなさい、僕みたいなやつにずかずか、またそこに戻ってしまった。もうだから次からはもう会うたびに初めましてってやめてください、言ってもらった方がね、あ、そういう感じねっていう、ちゃんと覚えてますから、天丼で重ねていく感じでね。ね、いろいろやってますけれども、ガックさんは、はい、なんかこれからやってみたいこととか、はい、なんか目標、このアーティストの目標でもいいですし、なんか発表されたんでしょ、ライブで、うん、あ、そうなんですよ、ちょうどこの7月27日のライブの日に、はい、次回のライブが11月にまたやることが発表されまして、え、年内3回目、そうですね、そうなりますね、すごくない、すごい、まあでも本当にバンドやってる方ってマジでもう、まあ、ツアーでね、そう、年間ずっとい、ね、週末だけと言わずに週に何回やるぐらい やられてるじゃないですか、うん、それに比べたらやっぱまだまだ頑張らなきゃなとは思ってますね。さだまさしさんは年間300本ですから、うん、マジほぼ毎日じゃん、そう、本当だ、まあ、土日2回公演とか多分あるんだと思いますけど、いろ、うん、んなところにね、うん、足を運んで、へえ、なるほどね、まあそれもありますけども、まあでも今だんだんとお客さんもなんかこうバンドやってることが浸透してきてはいるので、うん、なんかそういう意味でもよりたくさんの人に知ってもらえるようにはなりたいなとは思ってますけどね、うん、これ曲とかもバンドでリハやって作ってるみたいな、リハで作ってレコーディングもみんなでやってっていう、え、みんなで、はい、バンドで、ね、そう、バンドだとよくあるのは集まってこうやりながら、うん、こここうしたらとかやってやるんですけど、そういう作り方してるんですよね、うん、私あ、すごいなと思ったのが、やっぱりコンテンツとかの歌ではなくって、やっぱアーティストだと作詞作曲、うんうん、あ、そうですね、と思って、なんかどういう時にこう生まれる、なんか悩むんですか、悩みますね、でもなんかこう作るモードに自分が考えてないとあんまりこう作れないんですけど、なんかこう机に座ってというよりかは、本当僕ドライブが趣味なんで、うん、車乗ってる時とかに、運転優しそう。分かんないよ。気をつけてます。実は運転めっちゃ荒いから。乗った瞬間変わるタイプかもしれない。確かに、うん、ありますから、ね。まあ本当車乗ってる時とか、うん、あとはでも結構ね、シャワー浴びてる時が多いかも。出た。結構みんな言うよね。あ、でも分かります、分かります。僕もあるよ。うん、ね、そうなんですか。で、みんなびしょびしょになりながら携帯取りに行って録音するって。うん、聞いたわ、まさにそうです。なんか多分ちょっと違うとこに意識がいってる時のがいいんですよ、うん、運転中とかもそうじゃないですか、こう運転で前見てるんだけど、なんかちょっとこう脳が別の動き方してる時にふっとこう違うつながりで浮かぶみたいな感じ、シャワーか、あとはなんか自転車とかね、そうですね、なんかラジオ聞くの好きなんで、うん、車の中でもずっとラジオかけてるんですけど、うん、なんかそう人の話とか聞いてると結構インスピレーションもらえるというか、なんか全然違う知らない界隈の業界も全く違えど、なんかそんな人たちの話とかが割となんかこうヒントになることもあったりはしますね。この人生のライフはどういう感じだったんですか、うんうん、これはなんか割とテーマ的にはあんま軽めではないんですけど、うん、なんか結構ね、うん、重いですよね、うん、そうですね、なんかこう自分がまあ、今29なんですけど、うん、早いかなとは思ったりもするんですけど、なんかこういつまで人生生きられるんだろうなとかっていろいろ考えてたんですよ、うん、その中でこう好きなことしか今までやってきてなくて自分が、
逆にこう好きじゃないこと何にもできなくて、だけどやりたいことをやって死にたいなと僕は思ってたんで、こうなんかそういう人生生きていく中で自分がこうやり残したこととか後悔してることとかをのできる限り残したくないなって思ってたんですよ、うん、でそういうようなこう気持ちも込めて人生のライフポイント、うん、どれだけあるんだろうっていうことを考えつつ、うん、その中でできることを全部やっていきたいなっていうような曲ですね、うん、PV はなんかそのメンバーで撮ったりとかっていう、はい、あそれもメンバーで一緒に出てたんですけど、それはなんかあの、うん、前回やった3月のライブの時にの映像をこう再編集してました、ね、うんうん、なるほどね、 MV でした。そうなんかリアリティがあって、うん、それこそね人生のライフじゃないけど、うん、すごい合ってるなと思いました、はい、うん、であとね今日はね、うん、もう一曲、うん、あの聴かせていただけるということで、はい、次の曲はなんかコラボの曲なんですよね。そうなんですよ、うん、今回あのライブが、ちょうど今日終わったライブなんですけど、まあ、ケットシーさんと対バンっていうこともあって、なんかこう2バンドでできることないかなっていうところもあって、うん、あの曲を1個作ろうと新しく、うん、で、まあ、ボーカルはあのケトシの山口智博さんと僕梶原とで歌った曲を作りまして、うん、その曲をちょっとこれね多分会場で聴いてくれた方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、ここでも流したいと思います、うん、ありがとうございます。はい、じゃ あ, あの曲紹介をお願いいたします。はい、梶原学とケトシでかける。今週のゲストは梶原岳人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。現在放送上では曲が流れていますが、ポッドキャスト上では流すことができません。想像でお楽しみください。今週の持ち込み SP はどうだったでしょうかということでね、引き続きゲストに、うん、はい、いてもらってますけれども、はい、あのライブは11月30日そうなんですよ、30日に、うん、よかった、自分のライブと被ってなかった、そうだね、被ってたら告知どうしようかなみたいになるよね、ゲストに呼んどいてみたいなね、そうみたいになっちゃうからよかったと思いながら今ね、なんかもう11月30日どんなライブしようとかっていう、うん、まあ今回もバンドでのライブなんで、うん、本当、まあでもできる限り新曲とかもやりたいなとは思ってるんで、なんか皆さんに新しいもの見せられたらなとは思いますね、うん、いいっすね。ですあとキャンペーンを今やってるということで、はい、ダウンロードキャンペーン、配信シングル人生のライフを iTunes、 レコチョク、モーラ、いずれかで購入、専用フォームよりご応募いただいた方全員にスマホ待ち受け画像2種セットをプレゼント、うん、そしてプレイリストキャンペーンとして人生のライフを含むオリジナルのプレイリストを作成し、ハッシュ梶原学とアンダーバー人生のライフリストをつけて、はい、X でシェア、5名様にサイン&名前入りスマホ待ち受け画像をプレゼントというキャンペーンをやって、はい、お願いします、うん、これで拡散してくださいと、ぜひ、うん、お願いします。画像どういうやつなんですか。なんかこれも僕のバンドメンバーが撮ってくれたやつなんですけど、まあ結構ねクリエイティブな人が集まってて、うん、僕の界隈というか自分らで映像も撮れるし写真も撮れるし、うん、曲も作れるし、うん、ミックスもできるしみたいな、うん、っていうのでうちのメンバーに撮ってもらった写真ですね、うん、じゃあちょっとなかなか他では見れない顔してる可能性が、どうだろう、アップ目じゃないかも、割と引きかもです、ね、あ、いいじゃないですか、その、うん、あのアイコンに被らない感じとかもねそうですね、いいと思います、はい、はい、はい、ということでね、うん、楽しくお話させていただいたんですけれども、はい、そろそろおしまいということで ね、うんうん、ね、あの番組ではですね、あの持ち名の皆さんからの普通歌、持ち込みネタなどメッセージを募集しておりますので、ちょっと、ね、ぜひ梶原さんで入った方も、はい、来週以降もね、よろしくお願いします、お願いします、ぜひ、はい、メールアドレスはもちアットマーク rkbr.jp です。ぜひぜひあのメッセージも送ってきてください、よろしくお願いいたしま す、はい、お願いします。そしてこの番組持ち込み SP はポッドキャストでも聞けます。 Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music などお好きなプラットフォームで検索してみてください、はい、というわけで次回もこの時間にお会いしましょう。お相手は砂森健太と田野あさみと梶原岳人でした。また来週、はじめまして、はじめまして、はじめまして
プロデューサーは高三郎、ディレクターはボン、 AD はマイルス。ワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖った番組です。聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなる、そんなワンダフルな毎日を過ごしませんか。山口玲香のドッグモーニング、ぜひ聞いてくださいね。